共演 NG？不倫に転校した森香澄に仕事のオファーが殺到し、職場を荒らされた鷲見玲奈はキャラかぶりに怒り心頭のご様子。とはいえ、いくら先輩後輩の間柄であっても、女子アナの世界も人気商売。テレビ局のあっちこっちで勃発する、犬猿、ピリピリバトルを一気見せ。いやよいやよも好きのうち、とならないのが、華やかな女子アナ業界の裏側である。特に類似のキャラかぶりの出現には神経を尖らせるものだが、フリーで成功中の鷲見玲奈にとって天敵なのが、4月からフリーに転校した森香澄だ。制作会社関係者が内情を明かす。テレビ東京時代は鷲見の6年後輩で虚怯アナの系譜を。次看板番組ウィニング競馬も担当する直系の間柄。森の退社報道が出た際はインフルエンサーに転身と書かれたけど、蓋を開ければ積極的にバラエティーに出演。本人も報道を否定し、テレビで頑張りたいと発言している。来年には大手出版社からフォトブックを発売予定で、同じようなフィールドで活躍する姿に鷲見はピリピリしているんです。さらに露骨なキャラかぶりは5月末に行われた競馬の祭典第90回日本バービーをめぐる予想記事でのこと。2人はここでも衝突し、火花を散らすことに。鷲見はスポーツ報知で予想するのがお約束。そこに森が割って入り、ライバル神のスポーツ日本に登場した。しかも一面ぶち抜きの破格の特別扱いに、鷲見も唖然としたそうです。そもそもこの2人は朝からの因縁があった。19年12月に、週刊文春が鷲見と先輩アナの不貞行為疑惑を報道。結果的にこれが20年4月にフリー転校する引き金となり、同年9月にはツイッター上で、キー局若手女子アナ M と I という文言と謎の音声データが流出した。内容的にはシミの悪口を言い合っているものとみられ、その会話の主が森と池谷実優アナだとまことしやかに囁かれました。特定こそされていませんが、この事件を契機に鷲見と森は決別し、共演 NG になっています。出る胸は打たれることになるのか、確執は深まるばかりで、関係修復は難しそうだ。ただ、鷲見と犬猿の仲なのは森だけではない。ニュースモーニングサテライトの幕を務める相内ゆかアナは、タレント志向が強い鷲見と相入れず、不貞疑惑報道の時は、ご機嫌な様子でテンションが高かった。また、鷲見の4年後輩の角谷明子アナは、局内で一番人気になりたかったため野心を隠さず、やたらライバル視していましたね。それでも、当時の角谷アナはまだうずもれていた時期で、相手にされていませんでしたけど、さらに昨年4月、鷲見は、ズームインサタデーのマックに就任したのだが、同時期に同じ事務所の安倍かや子も、目覚まし土曜日のマックに抜擢。朝の情報番組で裏かぶりが勃発する。周囲は視聴率やお互いの番組内容には触れず、本人たちも敵意むき出しではないけど嫌でも意識してしまい、冷戦状態が続いています。どちらに軍配が上がってもノーサイドで唱え合う仲になりそうもない。また次の動画でお会いし、最後までお付き合いいただきありがとうございました。